はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は常磐線の最終電車土浦行きに乗車しています。今南柏駅付近を、通過いたしました。この電車は帝国で柏駅を出て、次の停車駅は我孫子となります。ただですね、ちょっとこの後この電車に異変が生じるそうですので、ぜひ最後までご覧ください。では本日もよろしくお願いします。次は砦です。The next station is 砦 JJ10。普段は後続の快速を待つことはないんですけれども、この電車0時22分発、土浦行きの最終電車ですが、本日は東京都内の各線遅れが発生しているため、今日に限って後続の約6分後の快速を待つそうです。0時22分発、常磐線の土浦駅です。常磐線列車の発車は0時29分です。東京圏内の列車の遅れに伴い、この列車は常磐線駅におきまして後から参ります快速列車との待ち合わせを行っております。後から参ります快速列車からのお客様の乗り換えを待ちの発車です。ご利用のお客様がご乗車のままでお待ちください。なお、この列車は本日取り出から先へ参ります。下り方面の最終列車となります。ブルークラスラインをご注意ください。
お待たせいたしました。0時22分発、常磐線の特急ラインです。間もなく発車いたします。ご乗車に連絡してお待ちください。6番線電車は土浦行きの最終電車です。6番線土浦行き最終電車のままでの発車です。お乗り換えのお客様は6番線の車内にお進みください。6番線電車は土浦行きの最終電車です。間もなく発車いたします。本日も最後までご視聴ご乗車ありがとうございました。この動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録、高評価、コメント、 X、インスタ、スレッズフォローよろしくお願いします。月額90円からメンバーシップもやっております。バッジ、アイコンをご利用いただけます。真ん中の列はグリーン車、右端の列はグランクラスの方がご利用いただける特典です。かなり多くの特典をご用意しておりますのでご検討ください。またプレミアムグリーン車は値下げをしております。またここ最近 LINE のオープンチャットを始めました。ぜひそちらもご検討ください。
メンバー様は限定のオープンチャットもご利用いただけます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Thank you for traveling with us and we look forward to seeing you again.